君と会ったその日から何ともなく幸せ、君と会ったその日から夢のような幸せ、こんな気持ち初めてなのさ、分けてあげたいそこの幸せを、なんとなくなんとなく思えて叫びたい、なんとなくなんとなくなんとなく幸せ。いつもこれ、まあ、なんか喋るんですけどね、まあ、日中準備しておくんですけど、大抵の場合は、まあ、できなかった場合は夜、まあ、この部屋でひっくり返って寝ながら今日何喋ろうかなって考えるんですけどね、まあ、今日休みだったんで、夜のね7時くらいかな、8時くらいかな、からまあ、そろそろやろうかと思って、でも今日一日寝てただけだから喋ること考えてないからちょっとゆっくり考えようと思って、ここでひっくり返ってこれ寝てたんだけど、何しろ眠くなっちゃって寝ちゃうんだよ、寝ちゃうんだけど、まあまだ時間あるから、12時がリミットで、まあまあその撮り始めるのは準備するのは11時がリミットだと思ってるから、まあまだ時間あるからっていう、よくなって考えてんだけど、とにかく眠くて寝ちゃってさ、パッと起きて、あそうだなんか考えなきゃ、なんかしゃべること考えなきゃっつってさ、考えろよっとするんだけど眠いから寝ちゃうっていう感じでずっとやって、もう11時過ぎたんで、もう今日はリミットってことでですね、もう特に今日は喋ることがなかったっていう、そんな感じで終わりにしようと。